旧正寺墓地旧正寺は、愛知県高南市田町にある寺院、伊駒市の母大寺である。取得元年に禅記寺を創建したのが始まりで、その後寺号を竜徳寺に改称している。伊駒市が大和から移住してきた際に、母大寺となった。織田信長の側室であった伊駒吉野が、永禄九年に病没した際に、久し安継承大禅城二の法名でこの寺に祀ったことから、 事後が旧正寺に改められた。信長は高下領として660国を寄進した。本堂の西には生駒次第々の墓が林立している。文政八年に豪、牛尾立志が旧正寺に滞在して宝座を開いた際、旧正寺に鎌倉時代から伝来していた十六羅肝臓の家系軸のうち第二、第八、第十一、 第十五村の四のがかけて十二幅となっているのを知り、足りない四村を描き上げて十六羅漢としたものが、後に、旧正寺より、鶴見の総持ちで来と寄進された。寺の本堂は1925年建築。栗は不明だが、江戸期とみられる。現在、郷、牛尾立志が書き足した四のを含めて、その十六幅のすべてが重要文化財に指定されている。また、 寺の西側にあるキツノの墓は、生駒家歴代当主の墓とともに、市文化財に指定されている。2021年、老朽化に伴い維持管理が難しくなったため、取り壊しが決まった。跡地は市に売却され、公園として整備される見込み。ありがとうございます。